今日何してんの、おじさん。この後、うん、いやこの後俺旅行行くよ。はなんで、なんで今旅行行けんや。今はどこ行く、どこ、どこまで。アフリカ。アフリカはどこやっけな。アフリカ行くよ。南アフリカや、南アフリカや。アフリカ行くよ。どうやって行くん。バーチャル旅行。バーチャル旅行できるサービスなんてね。バーチャル旅行な。何それ、やばいやろそれ。なんなんそれ。どうやるん。いろいろあるで。ヨハネスブルクとかもあるし、ギリシャとかもあるけど、うん、なんかちょっとせっかくやし、うん、ちょっと一番遠い南アフリカまで行こうかな。動物とか見れるんかなそれ。動物、え、動物。いや動物は分からん。あの向こうに住んでる日本人の人に案内してもらえるけど、うん、オンライン海外旅行というか、最先端中の最先端やなそれ。どんだけ最先端な、おいしさ。いやずっとな、バーチャル旅行ってなんか需要ありそうやなと思ってこう探してたら、ちょうど見つけてんので、どこに、どうやって見つけたんそれ。どうや、ど、な、何ググったんそれ。あ、トラベロコっていうサイトで、おうおうおう、とそういうサイトが、うん、その現地の言葉を学びたいとか、おうおうおう、会社を海外に移したいから誰かに相談したいみたいな、うんうん、人にちょっと現地のこう日本人に相談できるサービスがあって、うん、そこにちょうどバーチャル旅行っていうのがなんか新しくできてたから、あ、じゃあ調べちゃんとしてるな、トラベルコとかやったら。で調べたら結構いろんなグランドキャニオンもある。800円でグランドキャニオン行けるじゃん、すげえ。800円で800円とかで、すげえ、すごい。トラベルコでグランドキャニオンに800円で行けるわけ今。今めっちゃどこでもドアやん、もうもはやどこでもドアのファーストステップ開いた感じやな。あ、そうやな、どこでもドアのちょっとな最初みたいな感じやな、うん、最初やな。こっから五感でその現地歩いてたりとか、音とか風の匂いとかさ、それ感じてたらもうほんまのどこでもドアやな。すごっ。いや、 VR とかを使ったら結構リアルかも、うんうん、それを。あ、確かに。あ、 VR とつないでもらって向こうが360度カメラやったら最高やな。そうそうそう。あ、それいいな。確かに。でもなんかいろんな体験をやっぱそうやってバーチャルでやりたいな。なんかジェットコースターの映像を夜めっちゃ見るんやけど、ああおもろいもん。なんかそれがほんまに VR でなんか馬みたいなさ、馬乗りするようなダイエットマシーンみたいなあるやん。ああいうのが連動してほんまにこう急降下するようななったらごっついおもろいやんな、まあ、家で。まあ確かにな、うん、おもろいな、うん、そういう感じでなんか列車に乗ってるような感覚でな景色見たりとかなんかそんなんできてていいな、ああ旅行とかで遊園地行けたりとかさ、バーチャルで。そうやな、バーチャルできるともうちょっと楽やなっていうふうにみんな気づいてるからな。まあ楽やな、まあ、対面は対面の良さあるけど、まあまあ実際行く方がいいけど、うん、行く方がおもろいけど、まあでもなんか今みたいな時とか、まあ、行くのはちょっと面倒いなっていう日は気分でどっちでも選べるっていうのはいいな。ちょっと気晴らしにとかな、うんうん、なんか仕事と仕事の合間の忙しいこの時期にちょっと気分転換に綺麗な景色を見たいなって時とか、うんうん、いいな。なんかいや、なんか動くマシン開発してほしい。そういうんで動くマシン小型の動くマシン、小型の画面に合わせてなんか動くマシン欲しい。なんかでもできそうじゃない、普通にできんかな。できると思うよ。なんか AI とかを仕込ませてなんか画面とかを見てその AI がここ坂下ってるんやと思ったら下がってるような動きしてくれたりとか、はいはい、空飛んでるんやっていうような動きしてくれたりとかで、下になんか風とかが何やろな、風が吹くようなファンみたいなやつもつけて、もう空を飛ぶあのディズニーのソアリンみたいな、わかる？わかるわかる、うん、そういうのやれたりとかしたら最高やで。確かに。そしたら海外もパラシュートとかでさ、ふわふわ行けるやん。日本も飛べるんちゃう？日本の空の景色とか屋根とかめっちゃ映したら、もうそしたらどこでもドアならぬもうタケコプターもの最初のステップいけるで。タケコプター、タケコプターいけるで。それコンタクトレンズなんかメガネか分からんけど、そこのレンズの中に
あの欲しい商品の、ね、購入先とか値段とかどこの何のブランドとかがピーってこうなスカウターとか遊戯王みたいにこう立体的に映し出されてカードみたいなのかざしたらピューンってこう人が飛び出して、そういうやつ、そういう立体でピューンって出てくるよ。プロジェクターって割とそういう系やん、ないものに光でなんかそれを映し出すみたいな。それが壁とかじゃなくて何もない空間に対してそれができたらもうなんかそれに近い感じやんな。プロジェクションマッピングとかプロジェクターとかって結構それに近くない？そやな、 iPhone の画面をもちろんあれやけど立ち上がらせるというか、画面からニョキニョキって人が出るように iPhone からいいやん、iPhone とか。あ、それおもろい。なんかそしたら RPG みたいに iPhone からなんかすごい悩んどる時とか落ち込んでる時とか仙人みたいな人が出てきて生きる助言をくれるっていう。ほう、君は道に迷っとんかって言って、なんかこうした方がええよって言って RPG のさ妖精とかが道しるべやってくれるみたいに、ムカついた時に毎回 iPhone でおじいちゃんが出てきて助言くれるっていう、それいいサービスじゃない？そしたらほら自殺とかもさ減るかもしれんで、おじいちゃんに毎回大丈夫じゃーって言って慰めてもらったら、まあそれ何でもいい、 かわいい女の子でもいいし、ロード・オブ・ザ・リング的な仙人でもいいし、なんかそういうの、あ、なるほどね、うん、助言くんみたいなアプリで、まあ、ほんま死んだペットに会えるとか、はい、そういうのもできそうやしな。そうです。じゃあ次そろそろ俺アフリカ行ってくるから。ああ、分かった。じゃあちょっとまたあのアフリカの様子分かった教えて。うん、はい、いってらっしゃい。行ってきます。